顎の関節が緩んでしまうんですね。本当に簡単なグッズを使って、みんな今マスクでどん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 食いしばりが増えてます。顎に圧迫を受けるので後ろに後方に力が加わって、結構あと呼吸もしづらかったり交感神経優位になってしまって非常に辛い人がいっぱいいると思うんですけども、顎関節症の簡単なケアについてお話しします。めちゃくちゃ簡単なケアですけども、でこれをすると実は顎の関節が緩んでしまうんですね。本当に簡単なグッズを使って、ただそのまま寝ちゃってもいいし、ただ耳にちょっとしたことをすると顎関節症が顎が開きやすくなりますので、さらに、良くしていく方法もお伝えしていきたいと思います。で、この簡単な方法というのは何かというと、耳に輪ゴムをかけると言ったことになります。で、輪ゴムはですね非常に緩くかけていただきたいとこういう形になります。で、輪ゴムをで実際にこれ肩こりが良くなってしまうんですね。で、輪ゴムを耳にかけます。で、かけた時にほんとこれぐらい、これ以上強くしないでください。これで肩ぐるぐるっと回していただくと、これで上がるようになります。で、むくみも取れますし、で今こっちの顔が上がってきてるのが分かると思います。で、くる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 ってやっていただくと、どん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 顔が緩んでくるという形になります。いいですかね、こっち上がってるの分かりますか。どんどん上がって、これ顎関節症にとてもいいですからね。で、みんな今マスクでどん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 食いしばりが増えてます。顎に圧迫を受けるので後ろに後方に力が加わって、で結構あと呼吸もしづらかったり交感神経優位になってしまって非常に辛い人がいっぱいいると思うんですけども、本当に1日1回こうつけるだけでも全然違ってきます。それと、まあ僕らやってるこういったクリップとかフックとかいろいろあるんですけども、ラップとかあるんですけども、これをしていただくっていう形でも同じような作用があってですね、まあどちらかというとこちらの方がちょっと効果が高いですね。こうしていただくとまだ同じぐらいの感じがあるんですけども、しばらくするとこっちがどんどん上がってきます。で、ベロの位置が上がるので、それをね、ベロの位置が上がるって意味が分かんないと思うんですけども、ベロがどこの歯に触ってるのかっていうことを確認しておいて、それからこれをつけていただくと、ベロがぐーっと上に上がってきて、ベロの奥の方がこの上顎の口腔蓋っていう上の天井につくようになりますので、そうすると呼吸も楽になっていますので、ということですね。こんな簡単なことで顎関節症良くなりますので、これはなぜかというと、耳のツボでもあるんですけども、耳っていうのがここの外側翼突筋という筋肉、ここのあーって開いた時にへこむ場所がありますけども、そこのへこむ場所に、外側翼突筋っていうのはついてます。それを耳の上下を上の耳介軟骨に固定することによって、こう顎を動かすとここが揺れるんですね。そうすると我々がやってる耳たぶ回しとよく似た動きになって、すごいちっちゃい揺れがですね、この辺の筋肉を振動させて揺らすという形になりますので、それで良くなるということなので、またリンクを貼っておきますので、ぜひそちらの方も見てください。チャンネル登録お願いいたします。